むやみやたらにフラストレーションが溜まってるから相手を殴るとかやってるわけではなくグリッツ対クレインズの試合で乱闘が起きて4人の選手が処分を受けるという形になりました、ね、グリッツに関してはエースの選手でスター選手になっているのであのそういった意味で <music> 皆さんこんにちは鈴木正紀です 今回も YouTube ご覧いただきありがとうございます。今回のテーマはアイスホッケーの乱闘について話をしていきたいと思います。アイスホッケーの一つの魅力として乱闘っていうものがあると思うんですけど、これはむやみやたらにフラストレーションが溜まってるから相手を殴るとかやってるわけではなく、しっかりとしたストーリーがあるので、それについて皆さんにも知っていただきたいと思って今回の動画を作りました。 もちろん乱闘については、えー、いつも物議を醸したり、えー、論議になるっていうことがあるんですね子どもの教育に悪いとか選手寿命を縮めてるとかいろいろあるとは思うんですけどその乱闘の意味としては、えー、アイスホッケーっていうのは表情の格闘技と言われてますしキングオブスポーツと呼ばれている中でその激しいぶつかり合いが魅力のスポーツの一部としてあると思うんですよね。 という形で、まず乱闘が起こる理由について大きく4つに分かれているので、それぞれ解説していきたいと思います。まず一番多い理由っていうのが、相手のラフプレイに対しての報復で乱闘をするっていう形になっています。 その中で、まあ、審判というのが必ずいてルールにのっとってやってはいるんですけどやっぱり行き過ぎたそのボディコンタクトだったりとか危ないチェックというのも必ずあるんですよねあとはキーパーがホールドしてるやつをス,あのスティックでつっついたりとかすると絶対キーパーに関してやった瞬間にファイトになりますこれは選手を守るという意味味方の選手を守るっていう意味で必ずそういったことが行われますなので、えー、あのむやみあたりにやってる とかじゃなくてしっかり味方の選手のそのボディーコンタクトの一線を越えて怪我して選手寿命を縮めるとか選手生命を絶ってしまうような怪我を防ぐために乱闘っていうのをやってるっていうことがあるのでそれも1つ覚えておいてほしいと思います 2>, で2点目なんですけど相手を気持ちよくプレーさせない威嚇するためにやるっていう行為がありますで NHL とか北米の場合に関してなんですけどファイターっていうのが必ずいますまあポリスマンって昔言われてたりもしたんですけど今はファイターとかエンフォーサーっていう形で言われててその選手が各チームに1人ずつ必ずいるようになってます昔はこのゴツゴツのアイスホッケーはあんまり上手くなくてそういうスキルレベルも低かった選手がいたんですけど今に関してはもうファイターでも上手い選手になってます だからそういう北米の選手が例えばアジアリーグとかになれば全然上手くて活躍するっていうこととかもあるんですけど、まあ、若干余談でそれたんですけど手を気持ちよくプレーさせないために威嚇するっていう形でやります、まあ、これは相手のエース格の選手っていうのはファイターじゃないですしどちらかというとテクニシャンとかスキル系の選手が多いんですけどそういう選手に気持ちよくこうプレーさせないっていうためにやるっていうのはあります、まあ、基本的にはそのファイター同士ですよねエンフォーサー同士がやり合って チームに勢いつけるためにやるとか威嚇するためにやるっていうことがありますそれがまず2点目ですね3点目がファイトををしててゲームの流れを引き寄せるっていうこれは例えばなんですけど0対4で明らかに劣勢の試合の時にやったりします これはエンフォーサーと呼ばれているファイター同士がファイトするんですけどそれできっかけに勝ってチームに勢いをもたらして逆転勝利したという試合とかもあるのでそういった意味でそのファイター同士がやってチームを盛り上げるということで乱闘することがありますま。これは1対5でその1人に対していくとかじゃなくてちゃんと1対1でルールとモラルがありながらやってるってことなので。 えー、そういった形でひ流れを引き寄せるということも北米に関してはやってます、まあ、僕が見た試合で現にですね0対4でキングスが負けてる試合だったと思うんですけどそれを、えー、そのファイター同士がファイトしてキングスの選手が勝って勢い乗せて、えー、逆転勝利したということも見てますのでそういった形で流れを引き寄せるためにファイター同士が1対1でしっかり1対1ですよでちゃんとルールにのっとってやったっていうこととかもあるのでそういった意味でアイスホッケーの中でそういう 一つの乱闘の要因っていうのもあります。これが三点目ですね。次四点目です。四点目はスター選手ですね。チームのキープレイヤーに関して。 やった場合ファイトするっていう形になってますでこれはチームにとって欠かせない存在であるスター選手に関して、えー、相手は厳しいマークやラフトプレイヤーを仕掛けてこようとする場合があるんですねでそういった時にそのスター選手キープレイヤーを持つために エンフォーサーサってそのファイターが必ず守るっていうことをやりますでこれは北に関しては昔はそのポリスマンってもうポリスっていうぐらいなんで警察官ですよねそのスター選手を守る警察官みたいな選手がいたんですけど、まあ、近年もさっきも言ったようにもうそのポリスマンみたいな感じよりもファイターでちゃんとスキルもレベルも高い選手が今はやってるっていう感じになります やっぱり勝負をする中でそのキープレイヤーですね、チームにとっての鍵となる選手を守るっていうのは非常に大事になりますし、例えばラフプレイされて反則になったりとかもするんですけど、それの審判のジャッジだけじゃなくて制御するっていう形で、メッセージ相手に送るっていう形のファイトを仕掛けるっていうこと、仕掛けるっていうよりも守るためにやるファイトっていうのもあるので、まあそういった点も乱闘の中にはありますっていうことを4点目として覚えておいていただければ、はい、いいと思います。 という形で4点解説していったんですけどもその中でもしっかり乱闘の中にルールとマナーっていうのも存在しますで必ず1対1で行うっていうのが1つマナーとしてありますこれを1人に対して2人とか3人が言ってしまうとただのそこら辺の喧嘩になってしまいますしスポーツの領域を超えた形になってしまいますそういった形は絶対に良くないので1対1でしっかりやり合って、えー、その膝がついたらやめるとか えー、相手が倒れたらやめるっていうのもそうなんですけど疲れたらやめるとかもそう,なんで,すそうですしえ例えばですよファイターとファイターとかがいるんですけど例えば1人のファイターがめちゃくちゃ疲れてる時があることもあるんですよね。でそういったフファイターとファイイタターーと同士が どっちかが体力残ってどっちかがすごい消耗してたらこれフェアじゃないじゃないですかそういうのをちゃんとフェアな1対1で疲れてない状況だったらやろうとか相手にメッセージですよね「ファイトしよう」って言って「ファイトじゃあやるか」って言ってグローブちゃんと捨てて捨ててというか素手でやってグローブを使わないでやるっていうのも一つマナーとしてありますしそういうことをしっかり守るっていう。 こともああの中にはありますそういうことも含めてファイトっていうのはそのマナーだったりモラルっていうのもあの中にはあるっていうことを覚えておいてほしいなと思いますむやみやたらに本当に気で散らかしてやってるっていうんじゃなくてその4つの要因もあるしちゃんと相手の,そのファイターとかに対しても敬意を払ってやってるっていうことも一つ覚えといていただければと思います。 まあ、とはいえですよ。まあ、そんなルールの中でやってるとは言いつつも、その、突如起こったことでいきなりファイトになったこととかもあるので、そういうシチュエーションもあるっていうことも覚えておいてほしいと思います。で、その乱闘の中のルールの中に、ちゃんと、えー、勝敗かかわらず、 どっちが上にかぶされるかとかあるんですよ。倒れた時にどっちが上だから勝ったとかいろいろあるんですけど、ちゃんとその倒れた後とかですね、バランス崩して倒れたり膝ついたりとか、疲れて終わった時には、快くやめるって、ちゃんと審判の指示に従うっていうのが大事になります。これを掴んでるやつをずっと離さないで言い合ってたりとかすると、ペナルティが加算されたりとか、サスペンションの対象になったりします。 ににおけるペナルティについいいいてて話をしていきたいと思いますこれは北米とインターナショナル世界大会のルールヨーロッパで行われているリーグの中でルールが少し違ったりとかします北米に関してはスポーツエンターテインメントの要素で乱闘が容認されている部分もあったりとかするんですけどもともと貴族スポーツのヨーロッパ IF ですね えー、ワールドの方では、えー、ダメっていう形のルールとかもあるのでそれをこの一環で見てほしいんですけどこのような形になってますこのように北米とヨーロッパインターナショナルのルールでまた若干違ったりとかするんですけどまあ狂気を使ってやる えー、ファイトですよねスティックで相手を叩きつけるとかスケートで蹴りつけるとかそういうことをやった場合はその選手が、えー、リーグから剥奪されることもありますし、えー、一番重い処分になったら、えー、もう追放ですねアイスホッケー界から、えー、追放されるっていうことも過去にはありましたそういった例もあります。 それで今回の横浜の試合ですね、グリッツ対クレインズの試合で乱闘が起きて4人の選手が処分を受けるっていう形になりました。全員1試合出場停止っていう形にはなってるんですけども、まあ、その中でまあ乱闘の中でも今回どのように引き起こったかっていうので、 あの、やっていくんですけど、まず、河合拓馬選手が、平野選手に対してチャージングって勢いをつけて、チェックをしたとこからスタートしてます。まあ、その前に、河合拓馬選手と平野選手の間に何があったかちょっとわかんないんですけど、それが、平野選手がその前にクレンズの選手、ディフェンスの選手に行ったチェックが引き金なのか、ゴール裏で少しスティックが入ったのかわかんないんですけど、そういうことがあったりとかもしたのかもしれないですし、 川、まあ、合拓磨選手がそれをされたのを見て危ないと思って、えー、行ったのかは分からないんですけどそこから始まって、えー、派生していったんですけど、えー、平野由志郎選手に関してはスター選手ですよねグリッツに関してはエースの選手でスター選手になってるのであのそういった意味で菊池修二選手が、えー、助けにキャプテンなんで行って。 えー止めようと思ったところで川井隆一選手ですね相手のクレーンズのディフェンスの選手とファイトになったっていう形になってるんですけどまあ引き金的には川合拓馬選手の反則からスタートしてるんで全員試合出場停止っていう処分がどのように決められたかは僕は分かんないんですけどまあそういった中でえーデフリーに関しては4人いますしラインズマンが2人いて主審が2人っていう形になってゲームを外から見てるスーパーバイザーっていう人がいるのでその中で 決めて全員試合出場停止っていう形にはしたと思うんですけど、まあ、こういった中でもあの、まあ、結構長い間揉み合ったりとか一方では血が出てたりとかそういうこともあったんで今後僕としてはですよちゃんとそういうレフリーとかスーパーバイザーに関しては何がきっかけで始まってどういうストーリーがあって。 悪質な行為とかそういうアンスポーツマンですね、スポーツマンシップに乗っ取らないような、えー、そういう汚いことをやってないかっていうのも、えー、今後ちゃんと確かめて、そういう出場停止とかの処分とかも下していく必要があるかなとは思います。一一人の選手がもう一人ののの選選手手がもうヒゲを引っ張っ張て むしり取られるっていう話もあったんですけどこれはソントンっていう選手がひげがこれぐらい長かったのをそういった形にはなったんですけどこれわざとじゃないっていう形でおとがめなしというかサスペンションのペナルティーはなかったんですけど、えー、ルールブックの75条の2項目目っていうのに、えー、マッチペナルティーに関してあのサスペンションですねあの悪質な乱闘の仕方の中のルールとして罰せられることがあるので共有していきたいと思うんですけども、えー、まず髪を引っ張るっていうのはダメですよね。 あと、噛む、噛む、歯で噛むとかもダメですし、フェイスマスクをつかむですよね、フェイスガードを掴んでこうやったりとかするっていうことに関しては、スポーツマンシップに反する行為っていう形で罰則が与えられるっていう形になってます。で今回そののソントントトとカドリのファイトで乱闘で髭がこう 取れてしまう。ヒゲをこう引っ張ったんですけど、まあ、ソーントめちゃくちゃでかくて197センチあって、かどりって小さくて、10センチ以上小さくて、そのサイズ差があった時に、乱闘するときにここの襟とかを掴んで、相手パンチされないようにやるんですよね。ここを掴んで、ユニフォームを掴んでやるんですけど、そのソーントヒゲがこ,これぐらい長かったもんなので、そこの、この腕のところにこう掴めず、たまたまこうヒゲ引っ張って取れてしまったっていう形になってます。まあ、これは本当にソーント 1000人みたいな感じになってたんで、まあ、そういった形で悪質じゃなかったら、えー、そういうマッチペナルティとかマッチペナルティサスペンションですねとかが与えられないようなこととかもあるっていうことも覚えておいてほしいと思います。まあ、これは一つののの例なので、まあ、今回のそのグリッツと クレインズのファイトに関してはわかんないんですけど、それを審判がどういうふうに決めてるかっていうのもありますし、まあ、レフリー委員会ですよね、スーパーバイザーとかが必ず試合にはレフリー4人、4人と主審が2人いて、さらに試合を外から見てるスーパーバイザーっていう人がいるんですけど、その人たちが見て決めるっていう形になってるんで、まあ、どういった形で反則の処分をそのようにしたかっていうのは僕自身はわからないです。 このような形でアイスホッケーの乱闘にはストーリーっていうのも必ずありますし、えー、お互いに乱闘の中でもルールやマナーっていうものが存在してます。でそういったことを 見ていただいている方には理解してアイスホッケーを楽しんでもらえるとより一層アイスホッケーの魅力も伝わるのかなと思って今回は動画を作らせていただきましたもちろん子供の教育に悪いとか賛否両論あるとは思いますし今までアイスホッケー界の中でも乱闘については議論されていることがたくさんあったんですけどやっぱりこのキングオブスポーツと呼ばれているアイスホッケー一つボディーコンタクト激しい体同士のぶつかり合いっていうのが魅力の球技の中のスポーツになってますのでそういった形でその中でもしっかりと としたルールの中で乱闘が行われているっていうことを皆さんには覚えておいてほしいと思います。まあなかなかですね。これは賛否両論あるとは思うんですけど、あ、あのー、一つでもですね、え理由があってそういうことがやってる、やられているっていうこととかもまあ分けていただければ僕は嬉しいなと思うので、まあ今回、えー、動画作らさせていただきました。 えー、こういった形で今回の動画を終わっていきたいと思います。終わっていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。僕の動画がいいと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、コメント、いいねの方よろしくお願いします。引き続き僕の YouTube だければ嬉しいです。一人でも多く日本のアイスホッケー界にファンが増えるように願っています。最後までご視聴いただきありがとうございました。次回の動画で会いましょう。バイバイ。